はい、おはようございます。今回はなんと、キャンプサイトに新しい、住民お客さんが、来ました。そのお客さんがですね、結局まあ引っ越してくるんですが、まあ、どんな感じの喋り方、どんな家かっていうのをご紹介していきたいと思います。そしたらまずキャンプサイトに、行ってみたいと思います。まあね、まだちょっとね、どんな人かっていうのは、全くわからないんですが、ここですね、キャンプサイト。これ後ろがね、うちの三男の家なんですが、もうキャンプサイトをね、なんか自分の家の一部にしとるんですけどね。はい、まあではそしたら入っていきたいと思います。はい、これはなんだか、牛かな、牛っぽいね。名前がボルシチ。ようちょっくらキャンプさせてもらってるぜ。おめえはここに住んでるだろ。これちょっと声が低い。まあ最初はね、いつも通りのゲームから始まるんですが、この声はちょっと見覚えありますね。前にね、熊の、ムーっていうのがおったんですが、まあそれもね、引っ越したんですがね、熊のムーにちょっと一緒ですね、声の喋り方。これなかなかね、4つのうち1個当てるっていうのはちょっと難しいですよね。で、語尾が脱皮、口癖脱皮みたいですね。まあ、よう見たらなんか服もなんかちょっとね、田舎っぽい服を着てますが、ちょっとね、顔を見たいんでちょっと寝転んでみましたけど、これジョイコンがね、めっちゃくるくる回ってるんですよ。ちょっともう一回喋って、キャンプ好きか。まあとりあえずね、まだね、引っ越すっていうフラグ出てなかったんで、まあちょっと夜にもう一回、なりましたんで、夜声かけています。実はね、この間にですね、引っ越しの話まとまりまして、まあこういう感じでキャンプに来ただけのつもりがっていう感じが、まあ引っ越すっていう形にはなったんです。まあもうね、ゲームとかもなくなっちゃって、もう同じことばっかしは言うてるんですけど、もう完全にね、この喋り方がね、熊のムーなんですよ。まあそういう感じで、次の日ですね、もう引っ越ししてくる予定っていう形でね、家が、なってます。まあさらにその次の日なんですが、まあ朝、おはようございます。はい、今日は住民のウェンディのお誕生日。ウェンディ羊やね。ウェンディはウェンディ羊ですね。今日で、ボルシチさんとうとう引っ越してきました。ボルシチさんが引っ越してきました。じゃあボルシチさんの、どんな感じの動物かっていうのを見ていきたいと思います。では、ボルシチさんの新しい家にやってきました。まあ初期メンバーのね、チャーミーが、引っ越しまして、まあ牛のボルシチが引っ越してきたんですが、まあどんな感じかっていうのを見ていきたいと思います。まあ虫まで来てるしね、めっちゃ雨降ってるし、なんか洋風の家っぽいですね。とりあえず中入ってみます。まあ、今日はね、初日やから、まあ、段ボールしかないと思うんですが、まあ、完全にちょっと洋風っぽい窓と、これ全部窓なんかな？壁紙。
っていうとこですね。ちょっと喋りかけてみますね。ちょっとね、ジョイコンがね、勝手に結構ぐるぐる動いてるんですが。俺がこう言ってうるせえからよ、本当に引っ越してきてやったぜ。まあ、引っ越すっていうね、話でしたからね。だって、まあ、田舎もんやけど、結構、洋風の、ちょっとデータないんやけど、勝手にジョイコンが動いて、外出てしまいました。まあ、今日も結構雨が降ってんな。まあ、ちょっともう一回、何個かだけ喋ってみます。うお、段ボールの山が一向に減らねえ。って口ばっか動いてん、そろそろ本気で片付けるか、だっぺ。まあ、大体ね、みんな、引っ越してきた人は、全部同じ感じの言葉なんで、まあ、明日ね、家がどんな感じ、家具とかがどんな感じなのかっていうのが、まあ、楽しみですね。まあ、とりあえずこれ、まあ、今日はね、もうこれ以上進展がないと思うんで、まあ、一旦これで終わりたいと思います。はい、おはようございます。今日は何かあるんかな？特になんもない。昨日が、ウェンディの誕生日と、ボルシティ、新住民のボルシティが引っ越してきたっていうことがありましたけど。はい、では、ボルチッツさんが引っ越してきて2日目。今日はちょっと家の中と、まあどういう風に喋るのかっていうのを見ていきたいと思います。とりあえず家行ってみます。家おるといいんやけど、まあおらんかったらね、家の中の雰囲気が分かれへんから。あー、留守か。留守ですね。ちょっくら出かけてるぜ、ボルシチ。留守か。ちょっととりあえず一回探してみ、おっと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 。ちょっと喋りかけていますね、一旦。よう、元気そうだな、だっぺ。おしゃべりしよう。これから何をしようかね、何をするのか悩んでるうちに今日が落ちまいそうで、だっぺ。どうしたんで、天台、だっぺ。お話ししよう。そういや、ポンスケは将来社長を目指してるらしい、だっぺ。そうなの。いつかおめえのことも教えてくれよな、だっぺ。ドラゴンスーツ着てるのが悪くねえな、だっぺ。服なんてもう動きやすくて肩が凝らぬ一番だ、ガッハッハ。どうしたん、天台、だっぺ。お話ししよう。週末が近づいてくるとなぜだかウキウキした気分になるんだよな。こういう日はよ、好きなもんでも食べてもっと気分を上げていくで、だっぺ。こういう晴れた日は洗濯がはかどるぜ。まあ俺に必要なのは衣類の洗濯よりも命の洗濯だけどな。が 何を言うてんねん。ちょっと話終わっちゃったね。ああ、家がどんな感じか見れなかったですね。まあまたちょっと時間空けて、見たいと思います。お、めっちゃ家の前掃除してるやん。めっちゃ自分ち掃除してる。家入れんかな、早く。家入ってくれたらええねんけどな、このまま。入れんね、やっぱり。島を釣り尽くしたこの俺が一押しの散歩コースを教えてやろう。まずはそうだな。昨日来たとこやのにもう知り尽くしたらしい。ああ、やっぱり喋り方一緒やから、前におった熊のムーってのと同じやな。喋り方、声が一緒やから。
まあめっちゃそういう習慣、もう今日は入らなそうやね。休憩してるし、家入って休憩したいのに。はい、ではね、牛のボルシジさんが、引っ越してきて、3日目ですね。1日目はね、荷造りやって、まあ、2日目は外に出ててね、家に入ってなかったんで、本日3日目ですね。ちょうど家の中いてるみたいなので、家の様子を見たいと思います。では お邪魔します。お、なんかこけしあれ。ちょっと喋りかけてみますね。何もねえけどゆっくりしてってた。いや結構あるよこれ、突っ込むところ。もう早速もう、あーなるほど、なんかあれやね、旅館ホテルの一室みたいな感じですね。暖炉あって、いやまあ夏やのにね、暖炉あるとかちょっとあれやけど、アンティークなビューロっていうね、ただの机にしか見えないだろう。だっぺところがいざ使ってみると、これがなかなか使い心地でよ、なんでも見た目で決めちゃいけないってことだな。お前なんか開いた、手紙書くやつか。音楽はコサックソング。へえ。でこれアンティークなベッドってことですね。これがアンティークなギターかな。あー、もう一回喋ってみよう。どうした、ダッペ。知ってるか、ポンスケがおめえって思ってる食べ物はシュークリームなんだよ、ダッペ。みたいだね。早速、でも練乳さんのことも言うんかな。今日はシンプルに反転を着てきしまった。いつも反転着てるけどな。服あげやなあかんな。練乳が島を出ていくのって、そういえば明日の朝なんだよな。寂しくなるぜ。けどいつかまたどっかで会えるって俺は信じてるから、笑って見送ってやるつもりだぜ。2日しかね、実質会ってないけどね。もうこけし、こけしあるねや。なんなんやろこのこけし。おお、え、何今の。おお、びっくりした。なんなんこれ、中入なお。びっくりしたー。こけしってこんなんなんねや。すげえ。もうちょっともう喋りかけられないんで、これで部屋のボルシチさんの、終わりたいと思います。そうしましたらですね、牛の新しく引っ越してきた住民のボルシチさんの、まあ、引っ越しの様子から喋り方と、あと家の雰囲気ですね、ご紹介でした。はい、今回もありがとうございました。